皆さんこんにちは。弘前大学人文社会科学部3年、田淵優希です。同じく人文社会科学部3年、岡部優希です。今日は僕たちが所属している西洋古典学研究室をご紹介します。僕たちの研究室では古代ギリシャローマ時代の古典の研究をしています。ちなみにこの場所は弘前大学附属図書館1階のリーディングルームです。じゃあ座るか。研究に必要な原典や参考資料などの書籍はこちらの附属図書館よりお借りして研究に取り組んでいます。僕たちの研究にとって図書館は欠かせない場所です。先ほど古代ギリシャローマ時代の古典を研究していると言いましたが、具体的にどんな研究をしているのかをお伝えしましょう。これは僕たち2人が研究している古代ギリシャの悲劇詩人ソポクレスの古典ギリシャ語の原典です。僕たちはさすがにこのまま原典を読むことはできません。なので日本語に訳した書籍を使って研究をしています。具体的にどんな研究をしているのかをこれから皆さんにお見せします。それでは研究室に行ってみましょう。なんかさ、今日リーディングルーム空いてたけどさ、めっちゃラッキーじゃない？あれ、いや本当にいつも満席状態になってるもんね。そう、全然座れんもん、あそこ。しかも最近涼しくなったからさ、あんま感じないけど、図書館夏行ったらマジで天国じゃない？超涼しい。そう、あのクーラーガンガン効いた中ね。いやね、チョコの中もすっごい涼しいんだけどさ、入った瞬間あの匂いがブワッとくるじゃん。わかる、あのチョコの匂い最高じゃね。そう、めっちゃいい。ここが人文社会科学部校舎です。西洋古典学研究室はこの建物の4階にあります。ここが西洋古典学研究室です。そしてこちらが教授の今井正弘先生です。どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。これが先ほども原典の日本語訳です。これを使って先人はこのような解釈をしていたけれども他に解釈はないか研究室のメンバーで議論をしたりレポートにまとめたりしています。扱う文章や文献によって様々ですが、長い時は一つの語句や文章をめぐって数日かけて議論することもあります。もっと詳しい研究内容について先生に聞いてみましょう。よろしく頼む。先生は今何をしているんですか？これはヒポクラテスという古代ギリシャの医学者の作品を伝えている中世の写本のコピーなんです。この時代にはまだ印刷技術というものがなかったので、原本を一字一句手で丁寧に書き写して後の時代に伝えていたというわけです。私は西洋古典学が専門ですが、古代ギリシャローマ時代の医学を中心に研究していますので、ちょっと気になったところを写本に戻って調べていたというわけです。僕たちは写本を読めないのですが、なんだか難しそうに感じますね。最初はそんな風に感じるかもしれませんね。でも当時の写本を調べていると、その時代の人々の息遣いのようなものまで伝わってくるのでワクワクします。なるほど。先ほども少し紹介しましたが、僕たちは今井先生の指導のもと古代ギリシャの悲劇詩人ソポクレスのオイディプス王という作品の研究をしています。この作品はギリシャ神話をもとに作られています。ギリシャ神話といえばゲームや小説のモチーフとなっている話も多いので、そのような面でもとても面白いですね。ところで今井先生はどうして西洋古典学を勉強しようと思ったのですか？それはなかなか面白い質問ですね。西洋古典学というのは古代ギリシャ・ローマ時代の歴史、社会、文化等について深く掘り下げて研究する学問です。古代ギリシャ・ローマの文化はユダヤ・キリスト教文化と並んで現代のヨーロッパの礎にあたるとされるものを形成したとされています。現代のヨーロッパを深く理解するには、その礎にあたるものに遡って理解するという態度はとても大事ですね。つまり物事の表面だけを見るのではなく、その土台に目を向けるということが大事だということですか？そうです。
ヨーロッパとは何かと問われた時、この問いに答えるのはなかなか難しいことです。私は現代のヨーロッパの歴史や文化の源流にあたるとされる西洋古典古代という時代に目を向けることで、この問いに対する一つの答えが見つかるのではないかと考えています。なるほど、先生ありがとうございます。ところで、この研究室の魅力って何だと思う？僕はギリシャ神話などでよく知っている神様など、僕たちの世代にとても親しみのあるテーマについて学術的に勉強できることが魅力だと思っています。僕は今井先生のサポートが手厚いという部分も魅力の一つだと思います。今3年生で卒業論文の下準備をしていますが、先生のおかげで着実に準備を進められています。そういえばこの研究室のメンバーは先生も含めて県外出身の方が多いですよね。今井先生は山口出身ということですが、初めて弘前に来た時はどんな印象でしたか？私は1996年に弘前に赴任してきたのですが、厳しい自然の中で育まれた文化の変わり豊かな非常に印象的な街だと思います。ちなみに田淵くんは北海道出身だけど、弘前はどんな印象がある？北海道ももちろん自然豊かなんだけど、海を隔てて弘前に来てみたらまた違った自然の景観が印象的だったかな。特に弘前城周りの桜はすごく綺麗だった。やっぱ弘前のこの大自然がすごく魅力なんだね。ところで私から質問だけど、君たち2人はどうして私の研究室を選んだのかな？僕は2年生の時に受けた先生の西洋古典文化論という授業がとても印象に残っていて、そのことについてもっと深く研究したいなと思ってこの研究室を選びました。岡部君は？僕は高校生の頃から古代ギリシャ哲学やギリシャ神話に興味があったので、専門的な学びを実現できる場所ということでここの研究室を選びました。さっき田淵くんは研究室に入ったきっかけは今井先生の授業が面白かったからって言ってたけど、この研究室に入るとその面白さが倍増するよね。そうなんだよね。西洋古典の歴史や文化の話ももちろん面白いんだけど、それ以外の授業で繰り広げられる雑談、あれすごい好きなんだよね。確かに今井先生は一度熱が入ると喋り始めてこう止まらなくなっちゃうからね。それもすごい面白いよね。すごい好き。まあ自画自賛になってしまうけれども、西洋古典古代の歴史や文化が好きな人にはたまらない研究室だと思うね。そうですね。皆さんどうでしたか？研究室の雰囲気伝わりましたか？人文社会科学部西洋古典学研究室の紹介でした。ぜひ私たちと一緒に西洋古典の勉強をしてみませんか？皆さん待ってます。